木更津市立清川中学校は、千葉県木更津市中尾にある公立中学校。1985年4月5日に、木更津市立13番目の中学校として、開校された、市内で最も新しい学校である。木更津市立清川中学校正門清読み台、ニュータウンの北東部に位置し、周りは、ホタルヤ地区に隣接している。学区は、 木更津市の祇園小学校区の一部、東西小学校区、南新小学校区、中郷小学校区の大半からなる4小学校区で構成されている。学校周辺は、以前は田園に囲まれていたが、東京湾アクアライン連絡堂の整備と土地区画整理事業の進捗により、周辺は大きく変貌を遂げた。ただ、高知南側は開校当時とあまり変わらない。 田園風景を望むことができる。創立2年目である1986年の全校生徒数は470名であった。その後は徐々に減少し、現在の全校生徒数は184名であるが、今後周辺のホタル屋地区の人口増による生徒数の増加が見込まれている。創立当時から1学級あたりの生徒数は35名前後とゆとりある。 学級編成がなされており、クラス編成は A 組、B 組、C 組、D 組となっていた。平成28年までは全校を縦割りと称し、A 系列、B 系列としており、現在は AD 組、B 組、C 組として、体育祭や文化祭で活動している。郵便番号292-003号千葉県。 木更津市中尾1096番地 JR くるり線、和崎清川駅徒歩約10分、心に、潤いのある生徒、強靭な意志と体力のある生徒、知性豊かな生徒、夢、汗、感動、いいね。清川運動系野球部、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、女子バレーボール部、男子バレーボール部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、 サッカー部文化系美術部、音楽部活躍としては、女子バスケットボール部は、支部でも、競合チームの一つとなっていて、各大会で3位入賞以上の結果を残している。また、平成20年度と21年度の県大会に、出場している。女子ソフトテニス部も個人戦で成績を残し、県大会に出場している。女子バレーボール部は、 同市内大会で優勝などの成績を残している。文化部の音楽部も毎年、ちっちゃなコンサートを開いていたり、訪問演奏などを行い、平成20年度、ボランティアスピリットアワード全国表彰を受けた。また、平成19年には、東京ディズニーシーで、平成21年には、東京ディズニーランドで、それぞれ県民の日に演奏を行った。なお、 創立当初にあった野球部は一時期部員の減少により休止していたが近年復活している。木更津市内の他校に先駆ける形でブレザーを制服として採用。当時は斬新なデザインであった制服の見本は東京のサンシャインビルで展示されたほどである。木更津市立清川中学校校歌碑。ありがとうございます。